もう一度食べたい富山県のご当地グルメをもう一回食べようのコーナー。もう一回食べるコーナー。あ、いいっすね。だって笑って旅をしてきましたね。ハイチュウ食いながら YouTube 出んな。いきなり回すんだ。富山県立美術館。うん。なんともおしゃれな空間であります。ねえ、おしゃれ。なあ、うん、今日雨だからな。ハイチュウ美味しい。おい聞け。何？おーい。おーい。アートだからこれ。ああ。アート。はーい。ね、なんか中にある？なんもない。けどね。うん。可愛い。そうか。うん。帰っておいで。昨日いっぱい寝たからおいで。10時寝たら正気の。早出てこいや。バイバーイ。早出てこいってマジで。残念だったな。はよ出てこいって。いやー楽しかったな。ね、楽しかったね。一気に楽しかった。あれがね、よかった。なになに？便座のタイトルがあの天使の腰掛け。あれには芸術やった。芸術だった。さて、はい、お昼ご飯の時間ですね。ですね。今日はなんと富山名物のマス寿司。ちょっと、うん、とろろおにぎり、とろろ昆布おにぎりやなです。じゃあ開けてくれ。そんなダイナミックな開け方なんこの寿司。爆発したで。はい、オープン。慣れてない感じがすごい。何も持っていかない。マス寿司むずいな。マス寿司ちょっと手強いぞ。ちょっと手強いよこいつは。ただよ。おー、美味しい。なんかお土産みたいな感じで食べたことあったけど、うん、油が違う。さっきがちょっと肉厚。美味しい。どう昆布おにぎり。昆布めっちゃ美味しい。こんなに昆布食べたことない。そうな、海苔の代わりみたいな感じなんだ。本当に全然今まで食べた昆布と違う。美味しい。おはようございます。30日目の朝でございます。はい、朝です。なんと本日が富山最終日でございます。寂しいな。寂しい。生きてるだけで絶景気だからな。なそれ。なんだそのパワーワードは。富山が綺麗だから。そうやな、めっちゃ綺麗やもんな。綺麗、まあそんなわけで最終日なんですよ。はい、いろんなものを食べていろんな景色を見て最終日満喫しましょう。あー行け、入るんだ。うわあ、じゃあなんでやねん、なんで。うわあ。衣がサクサクで、中はすっごい柔らかくて、おでめっちゃ美味しい。おい、来ましたね。はい、来ました。ここなんとですね、日本のベニスらしいんですよ。おベニスだから、まあベネチアよね。水の都、日本の水の都についてしまったんです僕たちは。すごいな。すごいな。なんかすごい、こっから見るのいい感じやね。ちょっとめんどくさい。バーナーちょめんどくさい。ちょめんどくさい。バーのアイちゃん。あー、これずっと続くんですよね。グラッテアちゃん。バーの。イタリア語わからん。超うるさいよ。富山連峰がめっちゃ綺麗やね。ねえ。ねえ。感動しとると。良きですね。太陽丸に来た。太陽丸。海の貴婦人だろ。海の貴婦人として呼ばれてる保線やな。お父ちゃん、大変なお知らせです。白エビバーガー食べちゃったじゃないですか。朝から調子乗った。はい、はい、で、入りません、うん、うだから、ご
めん。お昼ご飯どうする？美味しかったものをもう一回食べる。おかわりタイム。おかわりタイム、あ、いいね。そうしよう。結構食べてきちゃったからね、富山県のやつ。そうだね、名物系は結構名物食べたと思う。おのおのがもう一度食べたい富山県のご当地グルメをもう一回食べよう。あ、いいっすね。行きましょう。もう一度食べたい富山グルメナンバーワンはこちら、朝食ってん。美味しかった。富山グルメナンバーワンですか。うん。いや確かにうまいもんな。うん、うん、おいしい。うまそう。いやーもう夕方やな。結構遠かったな黒部まで。ああ気持ちいい。綺麗やな。ねえ、綺麗だね。沈んでいったね。今日で30日だから。うん。ほぼ1ヶ月。ねえ、経ったね。ねえ、気づけばこうやってね、なんかシャッターだけ切ってね、うん、綺麗な夕日をただただ眺めるっていう日がまだまだ続くわけですな。最高だな。な。じゃあまだまだこれからもどうぞよろしくお願いしますね。ん、なんで、ん、なん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 や。